本動画をご覧の皆さん、お越しいただきありがとうございます。ウサイです。本日は、エンドロー第7話を使用して、リアクション収録していきたいと思います。よろしくお願いします。では、いきます。3、2、1、5。意外だったなぁ。前回の最後でね、今回のタイトル見たとき、ファイトなんかあるんですか さすが殿下ですねお一人で一胸あてがわれているうんこれ歴代勇者の勇者たちの物語なんですよね本当に <laughs> 何回考えてもすごいね英雄譚ですねうんそれで さすが殿下ぐらいになると噂によるくしゃみさせ力も尋常ではないということですねさすがのお力でございますうんの仲間なんですね今回はなるほどねうわこれどうする翻訳まあこれだったらもうここまで来たらいくらでもやりはるか逆に。 なんでファイターンだろう出始めにまずは小手調べですか勇者の仲間とはいかなるものかぐらいの感じですかでもねさっき久々にそのことを聞いてまあ相変わらずすげえなと思い出しましたけど999代ねこれまあやっぱり君主国の人間だとまあ共和制の国とかね君主がいない国 の人だとまあ別にそんなこと言われても全然気にならないでしょうけどやっぱり勲章をいただいている国の人間としては「第何代」とか言われるとちょっとね気になるものがあるしまあこれほ、うんほんとにねいいことじゃないんだけどやっぱり対抗意識というかうちだってすごいんだぞみたいななんかそんな気持ちが湧いてきてねうちだって126代なんだぞ今。 この間なだ126にったんだぞみたいなね対抗して自慢してどうするっていう話なんですけどそんなことも思い出しましたあとね殿下ねこれまいりましたっけ電下まあ今回早速1話挟んでフォーカスされるんですけど前回のエピソードではほぼ一瞬だけのご出演でしたが何かあるんだろうなと気になっていたら早速今回何かあるらしいしかもどうやら 恩自らが馬引けとまあ、馬引けとはおっしゃってないけど大動きになられると御自ら何をされるんでしょうめっちゃめちゃ頭があったりとか何かすごい力ありそうだな少なくともおおまっ、あ、出た本名これがすごいんだよねなんで知ってんのっていう知ってるっていうかなんで覚えてんのそうでしょうけど何をするんだ殿下ぐらいになると何をするんだ 一体いかなることをなされるんですかうん教科書おうおうベタですねーセせラーがしっかりしてんのもうんお前なんかダメだからだろああこういうねダメなやつに囲まれてると 元は <laughs> 元はそうでもなくてもねやむを得ずしっかり者になってしまうパターンおおやばい歴史をそらんじておられるさすがの記憶力だ恐ろしいぜ誰も知らないようなことをしかもここにいるやつら全員知らないから出典を確かめられないっていうね <laughs> やばいセイラーに負担がいやこれ大変だな 女子力の出番になると隅っこに追いやられてしまうセイラだけどああ <laughs> 999代の実績を全部覚えてんのかなさすがだないつも同じ拍手の仕方いやーでも一生懸命ですね殿下ほんとやる気に満ちてんなすごい仮想的だしおおびっくりした。 セーラだけはちゃんと姫様呼びなんだ、ねはいお、うんまあえー、これはちょっと効率的な配置というやつがありましてですね本人にしかわからない使いやすい置き方というものがあるんですよ <laughs> エレノワル様呼びっていうのがねさすがだねあなるほどいやー <laughs> すごい毎回同じパターンで歴史から引用してその後あの小刻みな拍手 いやー可愛らしいけど、やっぱり、とんでもない人だな。<laughs> いい、いいすけど。うん。これ、やっぱり、あの言い方ね、自分でも思うけど、よく似てるわ、私と、喋り方は。普通、いつ、うん、普段、ああいう感じの喋り方だもんな。<laughs> あの言い方とか。 <laughs> 自分が喋ってるみたいな聞こえるうん私も自分が好きなものが並んでる店に行くとあんな感じだなすごい親近感うんまあ今オンラインでやっちゃいますけどねそういえば遠隔通信手段とかないのかな魔法であるのかその辺は <笑>え,え<笑>あの言い方面白いなまあある意味オタクだから <laughs> 毎回あの拍手つきまあオタクだから学者みたいなもんでしょう将来は本当に学者になるかもしれんしな何かしらの学術業績は上げそうな気がしないでもないなんすかこのドドーンは何でドドーンなんですか 趣がね本命うん相変わらずいいなあこのメイがずっと喋ってるとこれみなせさんがやってんだよなあってことをずっと思うめったに聞けないわみなせさんのこんなキャラいいか <laughs> 言いかけてやめるっていうねつわもの何のつわものあ うわそっちですかメイさんやっぱオタクって必ずカードゲームあ見せるだけなの <laughs> こういう方面に一回はハマるよなまあそのままハマりっぱなしの人もいるけど私もねヴァンガード見てるときはヴァンガードハマっててね一時期やってましたけど懐かしいな <laughs> あのンガン成績ね。おうん。あれはじゃあ使えないわな。こういうところで見せなきゃいけないんだもんね。なんだ今の。繊維するときの音は。あれもミルキー思い出すんだけど。さすが。さすが王族の力。うん。そういえばそうだったな。神話レや。なんかオタク、カードでやっぱりちょっと。 もうこっちはそうだったけどやっぱりオタク逮捕が行くのかな1回はうん <laughs> レアカードみたいカードじゃないんだカルタード <laughs> あらー恐ろしいえー、いいのそんなもんまあ確かにうん まあ確かに勇者の支援の一環ではあるけど、本当にいいんすかそんなもん。申し訳ないっすよ。うん。かもしれん。そうなんすよね。自分の力で手に入れないとね、コレクターとしては終わりだけど、でも、こっちは実用だからな。熱い。 いやでもあなたカードコレクターより勇者パーティーの一員冒険者としての全力を出すためにはもらっといた <laughs> うんうーんまあでもいちいちこうやって引用される話全部確かにいい話ではあるしすごく教養になるというか。 うん、参考になる話してあるんだよな。これはちゃんと聞いといた方がいいな。あまり聞き直さないでほしい、できれば。一緒に行けばいいんじゃないうん。むしゃしゅね。うん。はあ。ああ、意外とあっさり。よかったっすね。 さて、そうなんですよね。このファイとんかあるんですかね。なぜ、他の誰でもなくファイなんだわかんないけど。それとも、順次、一人ずつ攻略していくのかほう。まあ、そうね。戦士にとっては、いいことか。こうん、ちょっと、うん、はい。そうっすね。取るのか、これから。 全部森で育てるなるなほど確かに理にかなってるいきなり何からですか木の実からですかあははまず眺め立地を確認ほうあええー、まあねまあいちいちこうやって 彼女らが自分が好きでやってることを過去の英雄譚危な危ないいい話と結びつけて解釈していただけるのはありがたくてしょうがないってことはあるんだけど殿下大丈夫ですか運動とか殿下どのぐらいそっちの方面はフィジカルの方面は鍛えていらっしゃるんだろうかあそうなんすかマジで ファイに乗る <laughs> すげえなジャガーか大変でしたね意外とうん王族ぐらいになるとね馬術とかね水泳とか結構やられてる方多いですけどね皇族とかまあそれこそテニスとかおう <laughs> これ以上ついていくと危ないというご判断ですかさすが懸命でいらっしゃると思いますちゃんとお一人でお帰りになられますか大丈夫ですかむしろ送ってもらった方がよかったのではーあらはーあーああどうすんすか <laughs> やばい ファイ見つけうわうそマジで最悪だあ意外と近くにいてよかったあ意外とすぐ戻れたじゃんああよかったいやこれまた賢明な判断だと思いますそうしましょうぜひそうしましょうあーよかった一泊ははい とえー、それは、うん、まあいいけどまあそうっすね <laughs> 完全に全の虎肛門オオですね行くも地獄引くも地獄かまあでも本当にもしかしたらと思ってたけどこういう体力的なことサバイバル的なこともねよくあの金城陛下 がも最近やられてるかは存じ上げないですけどボーイスカウトとかねやられたりとかされたんででも本当に殿下の場合は真相の令状って感じで大事に育てられたんだなでもいい経験だったなこれ殿下にとってはだからかな今まで殿下が一番されたことのがこれ危ないんじゃないの大丈夫なの ちゃんとこれいやこれ夜中にちょっと食べられてんじゃない <laughs> そらそうでしょうね完全に催眠薬出てるからね普通は何だっけあの虫を誘う香りを出すんだけどこっちの場合は睡眠薬出てんだろうないやもうバレバレっしょこういうことなのかな絶対 絶対に殿下がされたことがないであろう経験が一番できるのがファイだからうん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 そんなに長い話あったっけうん <laughs> そんな話あったっけまあいいですけど <laughs> 完全に出来上がってるな でも誰かに話したかったんですね。あ一瞬神社かと思ったわ。うん。アンダース。完全にアンデスメロンアンデスメロンだな。なるほどそういうことか。どういうことがありえると思ったけど。うん。へえ。優勝してすげえ。 アン <laughs> を出すからアンダスメロンで、ね、なるほどねはいはいなんだけどあのアンデスメロンってあんじゃないですかあれって安心デスメロンから来てるから名前が名前がダジャレになってるっていうのは別に実はどっちかっつったらむしろ本物リスペクトちょうどよかったじゃないですかでも待てよ殿下どのぐらい召し上がれますか 絶対そんな召し上がれないよねあれこれこの声誰だっけ最近聞いたけど忘れたあよかったうんなんだこのアメコン風のやつえあニ2位と3位やばい2位再現 2位,3位連合はやばいぞよくあるパターンだ1位を引きずり下ろすために2位と3位が組むというのは非常によくある自民党総裁選とかで派閥の数合わせとかで今俺たちが組めば1位のやつを引きずり下ろするぞつって連合を組むことがあるあのパターンだなんて賢いずる賢い汚いやつらだで ちょっとあの声優さん最近聞いたはずなんだけどな忘れたなさすがでございますえ普通に勝てたじゃんすげえじゃんあえ決勝 ?1 分にまあこういうレベルの人たちのことだからねうん うーんよし大丈夫ですかでもこれあれさ戦ってる間にこんだけ食ってたらもう別にこれ以上盛らわなくてもいいようなもう取れたってどういうこと取れたて生きがいい生きがいいということかなるほど。 なるほど踊りいいか。あやーなるほど、これは捕獲能力はどれぐらいあるかで力量の差、容量の差を挽回できる可能性あるってことかへえでもなーこれまでに出てきたモンスターもそうだけどいちいち面白いわ発想があ、や <laughs> 意外と普通に捕まってんな ファイはあれだな野生の生活してたからそういうもの捕まえるのも上手だろうと思ってたらああでも意外と検討してるのかなんか殿下得意のね得意技とかなんかあるかなと思ったけどうんうんうん <laughs> うん、すごいなここまでうわあなかなかウマ娘もびっくりのなかなかの腹ですな完全に相撲取りの声になってる相撲取り声が出始めたらやばいっすよねやばいくそーこっちが先に限界になってしまったかペースは良かったけどねあ,あそっかローナ姫が1個でも食べられれば 残念どうされますか殿下おお何をされるんですかああなるほどおこれはいけるのではギリギリいけるかあんなお召し物を犠牲にされてまでなされた殿下のご努力が 報われるんだろうかおおさすが殿下ですねうんいやーいい話だあのファイの頑張り視力を尽くした奮闘ぶりを無駄にはするまいとまさかご自分のお召し物を犠牲にされてまであんなに戦われるとは。 いやさすがですねうんおおそうっすねおえさらに苦手なものを食べてまでいやーなんというさすが殿下なんという気高いお方だうーんでもなー まあ今回これはこれですごくいい話だったけどいやよかったっすねでもなぜ相変わらずファイなんだろうとう疑問はまだ残るなやっぱりさっきも言いましたけど1人ずつ攻略していくんですかね今回はファイルートハッピーエンドまで見事たどり着きましたけど もしかしてこれあれかな殿下がお出ましになるとハーレムものハーレムギャルゲー展開に毎回なるとかそういうことですか次は誰なんだろうみたいなねでラスボスは勇者だな最後のターゲットはわか、まあ、んないですけど <laughs> いやでもあれ結構こういう天然地ごろ系というか誰か一人が次々といろんな女の子を狼落していくみたいなエピソード結構ありますからありえなくないですよね。まあ私が好きな作品ですぐパッと天然地ごろでお前一体何人を落とせばっていうやつはやっぱり宮藤正尉ですねストライクウィッチーズの。 あの人とんでもないですよどうあのー、だってまあストパンシリーズのファンの方は当然ご存知でしょうけど宮藤少尉当時軍曹だったかなまだの時のゲームがあるんですよ宮藤少尉が主人公のそのゲームが完全に宮藤少尉が501部隊の 隊員たちを次々と落としまくっていくという恐ろしい内容のゲームでいやあのねなぜそんなことがあなたできるんですかっていうピンポイントでそれぞれのウィークポイントを確実に着実についていくというあのぐらいの才能まあそこまでのものかどうか分かりませんが殿下もこうしてね今回完全にファイルと攻略しましたから他の3人も。 えこれ、あ、違うんだ。なるほど。違うんだ、違うんだ。うん。このタイトル、前もあったよなと思ったけど、前回は一般名詞の勇者ね。で、前回の私、私の勇者様を見た時も、これは一般名詞の勇者なのか、それとも、ユーリア・シャルデート個人を指して言ってんのかと思って疑問に思いましたけど、今回なんで確定しましたが、前回は勇者全般について、殿下をおっしゃってると。で、今回は完全に特定されて、ユーリア・シャルデート個人か。ラスボスまで早かったですね。もっと、 ね、サブキャラなんて言ったら怒られるかもしれないですけどメイとかセイラとか落としてからさあいよいよ前菜終わってメインディッシュの勇者落とすぞみたいな展開かと思ったらまあそうなるかわかんないですけど勇者か改めて勇者と向き合う勇者とはですねまあ今回の話もタイトルだけ前回見て謎でしたけどまあいやーでも本当にいいシリーズだなとストーリーというかエピソードというか各キャラクターの回し方生かし方でその掛け合わせによる 新たなエピソードが生まれていくのとか一旦それぞれを掘り下げていってでは組み合わせを変えてまた別角度から描写していくそして掘り下げていくっていうねなんかこういう一定のやり方というかコンスタントに成果を出していけるやり方すごくなんか手慣れてる感じというかうまい堅実なやり方構成作り方でも勝ちパターンを持ってるなあ定石をいくつも持っててそれで着実に一作 一一一作一話一話作話話り上げててていってるっるる感じがするなんかすごく上手。で毎回出てくるねものもエピソードも人物もやっぱり予想つかない意表つくものであったり面白い工夫だじゃれちょっとした引っかけとかベタネタとかテンプレに陥りそうな状況入り口でも中身は全然創意うう工夫が詰まってて毎回面白いですね。 いやなんか前も言いましたけどいいシリーズだな本当にうーんやっぱり私の勇者様だけど表記だけが違うとでもこれあれだな翻訳またしてもまたこんな厄介なことしやがってとまあローナ姫ファイトもそうだったけど困るんですよね前回のタイトル前回出た私の勇者様をもしマイヒーローとかにしてると今回勇者とかけてるっていうのがわかんなくなっちゃうしなんでしょうマイ勇者とは言わんだろうな やっぱマイヒーローって訳したんだろうな。そうすると今回のタイトルは、何になるんですかどういう言い方があり得るマイディア勇者になるのかなになっちゃっててね、そこがダジャレになってるっていうのは、まあなかなか伝わりづらいでしょうね。で、またしても今回もですけど、そういう時にやっぱりすぐ頭にかんでくるのが、そういうのが伝わらなかっただろうなと思うのと、もしかして誰か感じ取った人がいるかもしれんなと思うと、 リアクション動画がががなないといいととううこと本当に残念ででしょうがないまあ、今更ぐちってもしょうがないんですけど、なんか別の形、まあこれね、あの、前にも言いましたけど、ある方がやられているリアクションの一覧はいただいたんですけど、まあそれも YouTube 外でと。でね、お一人のだけ見るのもちょっとね、いろんな人の、一つのエピソードのいろんな人のリアクションを見て比較したりとか、それぞれの リアクション動画のコメント欄ね、ここについたコメントとかを見るのも楽しかったんで、うーん、一人だけね、と思ってね、まあでも、もちろん知らないままでいたよりはマシなんですけど、いやー、実に惜しい。関係ないけど、著作権絡みで言うと、進撃の巨人で、なんか大規模なリークというか、漏洩事件があって、どうやら、台本と本編映像を渡した先の翻訳会社とか配信会社から漏れてるらしいっていうことが分かって、で、 一斉に海外配信版の「進撃の巨人」は3日ほど遅らせるっていうアナウンスメントがありましたねいやほんとね何がしたくてそういう漏洩とかしてるのか知りませんけどどうですこうなるんですよっていうことをねぜひ肝に銘じてね二度とこんなバカなことしないでほしいんですよねこれがアニメファン全体とかアニメ業界にもアニメを作ってる人たちにもどれほど甚大な迷惑をかけたかでリアクターさんはアニメ業界全体からすれば小さい界隈ではありますけど 進撃が3日遅れるってさ、進撃の進撃が3日遅れるってさ、3日遅れ軍になるって。それはリアクションとしては相当ね、3日話題の遅れるってのは、私みたいに完全に空き時間のみを使って、遅れはないでしょう、全く関係ないようなやつだったら別ですけど、みんなやっぱ最新話を最新のリアクションのうちに、旬のうちに出したいっていう人多いでしょうからね、だから相当混乱してましたし、ただ後で訂正のアナウンスメントがあって、一旦は3日、 遅らせることで様子を見たんですけど各方面調整して多分ね一斉に委員会と各国の制作会社で意思疎通を図って協議の結果どれほど縮められるかお話しあったんでしょうけどまあ本編国内放送日本国内放送より8時間遅れで何とか最終調整がまとまったようですまあ私進撃見てませんし,し関係ない 作品の話ではあるんですけど、ただこういうアニメが海外で配信されるのが当たり前になったこの時代においてああいうねやっぱケーススタディとして永遠に業界に記録されるでしょうしあれを見ながらああやって対応すればいいのかとか他のこういうね事件に悪質な事件に巻き込まれた制作会社とかああいうふうに対応すればいいのかとか参考にもなるでしょうしねまあいつかはねこういう悪くる海賊版横流しとかまるまるパクってそれを もうひどい場合には、花畑しき場合には、それをそのまま販売してるやつとかいますからね。まあそうやつ、必ず世界にはね、海が広ければそこにサメがいるのと一緒で、いつかはこういうやつが出てきて、被害に遭うことはありえたでしょうから、まあこれが今回のね、大きな事件として、いろんな人に経験となったし、教訓にもなったでしょう。まあ全然関係ない、別作品のことで脱線しましたけど、こういういろんなアニメ作品を取り上げて、二次創作やってるような。 人とかまあ私みたいなねアニメリアクションのチャンネルとかではいつ自分が大好きな作品がそういう浮き目にあくか分からないということでまあ記憶に留めておいた方がいいしそういうことには警戒しておいた方がいいんでしょう。なんてことをねこの間あら何経緯でしたんだか忘れたけど確か海外の私携帯の RSS には海外のそういうオタク系のサイトばっかり登録してていつもニュース見てるんで多分それでどっかであんだけの大事件でしたからね。 あちこちこで流れれたたんんでででででそれでどっかで見たんでしょうで、えー、今回ねまあタイトルの謎は解けましたけどねでもやっぱりまあでもあれか最初にターゲットになったのはセーラーかうーん確かにセーラーにもメイにもずーっとついて回られてそのたびに <laughs> あいつらは好き勝手に自分のやりたいようにやってるだけなんですけどそれをわざわざ過去の英雄譚から引用されてで第何百何十何台のってね 天気を明らかにされた上で、そういう称賛されるべき過去の英雄たちの行動と重ね合わせてご称賛いただくということで、まあ大変ありがたいんですが、まあ危ないところでもありましたけどね、あれでどっかで一個ね、こいつら実はもしかしてただのしょうもない連中なんじゃと、まあ別に本当はしょうもないことも全然ないんですけど、見破られなくてよかったです。セイラはあれね、まああれぐらいだったらまあ忙しいからとか、まあなんとでも言えるかもしれないですけど、メイはただ本当にね、自分が好きなカルタードを物色して、 コレクターズアイテムとして入荷を確認したり仲間と自慢し合ってるだけでしたからあれで途中で何かあれなんかなんか違うみたいなことを気づかれたらやばいんじゃないかと思ったけどそんなことは全然なく相変わらず天下の中では勇者の頼もしい仲間ということでイメージは崩れていないようなのでまあそこが良かったしあとはでその最後のとどめとしてファイト行動を共にされるというねまあでもまあ中でもやっぱり特徴的だったのは本編中にも言いましたけど ファイトでなければ、殿下が一生経験されることはないであろう。いろんなこと、本当に今回、ファイト一緒にあちこち行かれて、で、いろいろ大変な目にもあれましたし、危なかったこともあったんですけど、まあ、それでも本当に、今回の経験、そこから学ばれたこと、まあ、あれだけ聡明な殿下のことですから、大変濃密で、今後に生かせるかって言ったら、わかりませんけど、まあでも、ニュートできないような、たくさんの貴重な経験ができて、まあ、それはそれでよかったですけどね。 それでか、だから今回3人落としたんで、次回とうとう本丸の勇者落としにかかるということで、今回は軽く小手調べ、ついに、殿下の本命である勇者に対して総力を挙げて、どうされるんでしょうね、わかりませんけどね。殿下の本気かー、どうすんでしょう。うーん、気になるとこですね。で、まぁ、あ、次回も気になりますけど、その前に前回のでね、若干言い残したことがあるんで、まぁ、あ、細かいことですし、まぁ、あ、大したことじゃないんですけど、 まあ前回本当にマオ界でね、よかったですね。マオファンの皆さん。まあ、マオが一番のお気に入りじゃない私でも、まあ、マオは可愛らしいしね、ああやってずーっと手ずっぱりで、マオのいろんなエピソードが詰め込まれてる回はね、本当に楽しくて、可愛らしいし、最後本当にいい話で終わりましたしね。前回はすごく良かったですね。あの謎の病気ね、マオ熱。あの、お医者さん、学校の行為さんかなわかんないけど、まあ、そもそも冒険者学校っていうのはどういう組織なのかよくわかんないですけど、 魔王でもかかるから魔王熱ってことで特に疑問に思わなかったのかもしれませんがでもちょっとなんか、うん、おかしいなと思わないですかねなぜ魔王先生が魔王熱に罹患されるんだろうとかまあわかんないですけどもしかして魔王熱ってのは他の普通の一般庶民もかかる病気だったりするんですかねで魔王先生のそう過去の話ちょっと出てくるんですけど YouTube の方でいただいたコメントの中で一個面白い仮説があってねこのゴーレム マオに使えるためだけに生まれたゴーレムがもしかして生まれ変わってあの同僚の先生女戦士先生になったんじゃないかと思ってましたっていうコメントをいただいてなるほどとそういう可能性全然あったなうんもしそうだったらそうだったで本当にまた別のまあコメントの返信でも申し上げたんですけどまた別の素敵な展開になってただろうなと思いますこうやって前世ではお互いまあゴーレムがどういう気持ちだったのかかなり このね、二人の中にね主君と召使いという身分があってでへてるものがあってかなり壁があってね本当はもう一人でずっとつまんないし寂しくてしょうがなかったまおにとってはもしもっと仲良くできる状況だったらね友達になれたかもしれないのにと思ってたらなるほどそういうことでもしかしたらあの同僚の先生は異様にまおにこだわってんのかなとも思いましたけどまあどうやらそうじゃないらしいんでねまあただそっちはそっちでもしそうだったらそれはそれで素敵だったろうなと思いました。 まあでもこっちのね実際に前回に割と長い出番のあったあの同僚の先生ですけどまあでもこっちはこっちであのまず魔王に惚れるっていうことが先にあってそれから魔王を冒険者学校にあの先生が誘ったっていうねそういう流れがあったのかっていうのはそれはそれでまた面白いしなるほどとすごく納得感があるこれはこれであの先生の同僚の先生のキャラクターとかよく説明できるしその事実1個をもっていろんなことが説明つくというね なななかなかここうういいところも面白いんだよな説明ゼリフなしで解説なしでこうやって1個の事実を提示するとそこから1を聞いたら10知れるようなああなかなか上手というか高度な見せ方だなそんでチビについてもね一応前回で申し上げたんですけどまだ今回では出てきませんでしたしあのエンディングで出てくるねあそこにいきなりあの竜だけが出てくるってことはやっぱりチビの成長した姿なんじゃないかと何かあるんじゃないかと思いましたがやっぱり 今回出てきませんでしたけど、これはなんか、このことを思い出すたんびに確信が深まっていくなぁ。これ絶対なんかあるよな。あのエンディングの竜はチビだろう、う確実に。<laughs> これで全然違ったらバカみたいですけどね。まあそれも全然ありますけどね。ただ、あと、これが出てくるのがエンディングってこともあるんで、もしかして、このエンドロというシリーズ、エンドロールにそれこそ何か隠されてんじゃないかということを最近疑い始めております。これも、YouTube でのコメント欄での返信でも申し上げたんですけど、 うんなんかあるんじゃないかなってねだから今回も気にしながらエンディング眺めたんですけどうん特になんか気づくもなかったっすね他には今回ではとまあこの冒頭のね殿下がお一人で一棟ねまあわかんないですけど他に一緒に来てる人いるかもしれませんが他のみんなは普通に寮でね共同生活なんですけどやっぱり殿下はこういう仮のお宿を使われるとまあわかんないですけどね これ前にも言いましたし、で、その時もわかんなかったし、多分出てこないんでしょうけど、こういうことは。殿下は多い継承権がある。そういう王族の中でもとりわけ特別な。まあもし国王のね、娘は確定ですけど、一人娘で他に継承者がいないとかなると、将来の国王ってこともあり得るから、まあもしそういう方だった場合、だから、あれがね、仮の東宮御所ってことになるんですよね。なんかそんな風に当てはめるとわかりやすいな。そんで、大好きな勇者、そしてそれを助けている、 勇者のの仲仲間ととというこででそれぞれぞメンバーと仲良くなるんですがまあこれは本当にギャルゲーの主人公さながらに次から次へと女の子たちを狼楽していく殿下と狼楽されたといううにふさわしいかどうかはわかりませんがまあでもそれぞれと実際に殿下ご本人が最初に望まれていたように本当に仲良くなりましたね誰とも全員とちゃんとやっぱこうやって何かしたいとかこういうふうにしなければとか 思い立って行動されるとそのその速さたりはまさに電光石火そして確実に成果を出していくというあと遠隔くしゃみさせ魔法の威力が尋常ではないと3人同時攻撃だとみたいなね感じでしたけどねこうやって確実に成果を出していくんだもんなやっぱりやはり底知れないところあるな電火にはそんでまあ特にフォーカスが当たったのはファイトの一緒の行動ですけどまあこれはもう申し上げたんで繰り返しませんがまあなんやかんや本当になんやかんやいろいろあって で深くて膨大な経験をたくさん積まれた殿下が最後ファイを勝利に導くためにご自分のお召し物を犠牲にされてまでその機動性を確保されて見事アンダスメロあと <laughs> でね苦手だってことも分かったあのアンダスメロンを1個しっかりと平らげられてそして見事優勝をもたらすとなかなか殿下から優勝を可視されないっすよ良かったですねファイさんでファイともちゃんと。 こうしてざっと振り返ってみると確実に一人一人落としていって目的を果たしていかれているさすがだ。で今回も大変可愛らしいお話で終わるということでさて次回なんですがまあこれはさっきも触れましたけど今までの全体を一括りにして呼ぶ私の勇者様勇者という存在歴代のヒーロー全体を指しているそっちの勇者ではなくて 個人にフォーカスして私の勇者様っておっしゃってるってことはまあいっぺんにこれまでは勇者と初めて出会われた時もそうでしたけど殿下の中に蓄積されているそして歴史書とかご覧になって形成されていたまばゆいばかりに光り輝く勇者像というものが勇者に投影されて勇者に対して強い憧れと好意を持つようになられたんですが今回はその勇者 一人にすべての関心と何らかの力を傾注されるというような、そんなエピソードになってるんじゃないかな、というふうに思います。この辺もうまいっすよね。一旦ね、そのまあ、勇者ユーリアシャルデットのあだ名勇者が一般名詞の勇者にかぶせてあるんですが、その名前の被りをうまく使って、最初は勇者全般を指していってる勇者様だったのを、音は一緒だけど意味が違うように作り変えて、勇者個人に。 なったんだということをあの地面だけで説明するタイトル付けとかもうまいですよねちょっとしたああいう仕掛けがしてあってね気づくとそのカラクリが動き出してああなるほどこんな構造になってるみたいな発見があったりするのも面白いうん、いろんなところに工夫が仕込まれてるでどうなるかなんですねうん、わかんないですね、うん、ありえるパターン、うん、いやそのパターン そのパターナリズムが一切通用しないというかそんなものを粉砕して突き進んでるのがこのシリーズだな。でそういうところがいいところでもあるし、うん、既存のベタなパターンではいかないんだろう何があるのかな。まあ今回の流れを踏襲していかれるとしたらまあ勇者と行動を共にされて勇者のいろんな日常生活に至るまでいろんな面をご覧になって、まあ、過去の英雄譚とかからまた引用されるのかただそれにとどまらんのでしょうもしくは全然違うかもしれないし。 あともう一個気になってるのはまた思い出しましたけど魔王ですね、うん、今のところなんですけど実は一旦大きな混乱があって魔王が勇者一行に倒されてその時の魔法が強力すぎて時間が戻っててっていうだいぶ壮大なごたごたがあったんですがそれ以降 マオ先生としてこの学校に赴任してきてで勇者一行に対して普通に一教師として接しているこの現状は実はステータス・コーであって特に波乱の要素も含んでいないし、まあ、このまま順調にみんな勉強したりとか経験を積んで冒険者として成長していくのか、まあ、それとも別の道を見つけるのか分かりませんけどまん、あ、な感じで特に波風立つこともない平穏な日々だったんですが実はローナ姫がこちらにおいでになったことによって 魔王の魔王としての運命に再び火がついて何か始まる可能性っていうのも若干あるんじゃないかなと思っております。やっぱりまあ初回登場時からそうでしたけど殿下は何かね周りの人間に強い影響を与える力というかそういう星の下にお生まれになったというかそういうものを感じますのでこれまで実は均衡状態にあった勇者一行と魔王と でその周りのみんなとその学校こういうものの運命にも何か変化をもたらす可能性はありますよねもしかしたらその辺と勇者絡みで次回なんかあるのかもしれませんが相変わらず先のお展開に関しては予断を許さないというかこのシリーズそのものを見始めるときに一応前に作品内容こんな感じかなって予想してたのも全然違いましたしそれ以降も次回それまでの話の流れ見て次回のタイトルと合わせてどうなんだこうなるのかなみたいなことを 考えたり申し上げたりしてましたけど、かすったことすらないですもんね。これまで。まあそういうシリーズなんですね。まあだから、その分ね、予想できないですから楽しみではありますけど、うん。わかんないですね。うん。っていうところですかね、今回は。そんな感じでエンドロー第7話見ていきました。お付き合いいただいた皆さん、ありがとうございました。また次回でお会いしたいと思います。それではまた。